こんばんは。今日は寒いですね。今日も安定のパパのやつ借りてます。もうさ、毎日これ着て配信してるよね。ほぼこれだよね。こんばんは。あったかいね。今日寒かったよね。でも思ってたよりも晴れてて嬉しかったです。寒かったけど晴れてたから私的には良かった。大事さら見上げてこ、こ、ちょっとね、今眠すぎてね、ほぼ頭を回さない状態で喋るので、何言ってんだと思ったら何言ってんだって言ってくださいね。今日はビブス着てないです。お、今お仕事を終えて電車に乗ったとこ、お疲れ様です。今日もみんなお疲れ様だよ。回らないじゃなくって回さない、あれ、あ、もう今頭回さずって言った。ちょっと待って、今さっき何言ったかも忘れちゃった。頭が回ってないので何言ってんだみたいなこと言うかもしれないんですけど、まあ、何言ってんだって言ってください。え、私さっきなんて言ってたんだ。ちなみに今日はポニーテールです。グッドモーニングです。今日は特に何か話すことはないと思いますね。あ、チェキ当たった。いや、嬉しい。ありがとう。ナイスポニーでしょ。自分でしました。そしてこの子巻いたのにもう巻きが取れてる。だいぶ取れちゃったよ。スイーツ部最初のコメントから全開だった。もうね、最初のコメント今日見れてないんだ。途中からしか見れなくって。でもちゃんと放送されました、あれが。ついに地上波に出てしまったよ。まさかあれが地上波で流れる日が来るとはって感じなんだけど、きちんと放送されました。記憶から抹消しといてください。出ました、出ました。最初のコメントでも言ってたんだっけ。マジ、あー、なんか言った記憶ある気がするな。あれだよね、劇場でさ、あの誇りの丘の衣装を着て撮ってたやつだよね。なんかね、オープニングはね、ため撮りしたのでちょっともう記憶がないんですけど。マジ、オープニングから言ってました。あ、そりゃダメですね。ってことは何、地上波で2回も言ったの、あれを。最悪じゃん。何やってんの私。マジで、お団子はねめっちゃ美味しかったです。本当に美味しくて、私はみたらしプリンもすごいおすすめです。まだ録画見てない、ぜひぜひご覧ください。で、鮮烈なデビューだよ本当に。YouTube、 ありがとう、お疲れ様です。そう、本当に美味しくって、お団子ももちもちだし柔らかいし、プリンも美味しいし、あとは私はなんかおこわをもね売ってらっしゃったんですよ。なんだっけ、長岡おこわだっけ、あの茶色、あ、違う違う、おこわじゃない、おこわじゃない、赤飯、赤飯。もうダメだ、ほら頭回ってない、全然おこわじゃない、赤飯って頭の中に赤い飯っていうあの漢字が出てたのに、あれをおこわと呼んでしまった、申し訳ない。赤飯ですね、長岡赤飯だっけ、なんかさ茶色い赤飯を
お赤飯も売っていて、それ実はまだ食べたことがないので、ちょっとねそれも食べてみたいなと思ってた。醤油味だよねっておっしゃってた。なんか茶色いのはお醤油だって。長岡出身の課長さんがよくお土産に、いい課長さんだ醤油味のお赤飯食べた？美味しかったんだ。食べたいな醤油赤飯。なるほどね、醤油味の赤飯はもはやおこう。確かにお土産に買って帰った。ありがとうございます、ありがとうございます。いいな、萌えのお土産もお待ちしてますねYouTube でアップされてすぐ見て速攻で行ったね。嬉しい、ありがとう。超聖地巡礼してくれるじゃん。醤油おこわ長野あります、あります。醤油おこわっていうか長野もね、長野もおこわっていうか一般的にはあるよね。でもさ、醤油味のお赤飯って珍しくない？もうそれが食べたことなくて、馴染みの味なんだね。あ、今ねこうちゃんがうなってます、寝てます江口団子さん本当に美味しいものたくさんね、目移りしちゃうよね、何買おうか迷っちゃう。今日の夕ご飯はすき焼きでした。なんやで長岡人の自分としては醤油赤飯が普通。わかる、ごま塩のイメージ。私も北海道は甘納豆が入ってんの。お赤飯ってそんなに地域差あるんだ。地域が出るんですね、初めて知った。今度そのお醤油のお赤飯を食べようと思います。あ、カルボナーラいいなね、本当にいろいろあるんですね、びっくり。色だけで言えばチキンライスもお赤飯。うん、はてなすぎるそれはねお赤飯じゃない、まね、色ね、まんまっていう意味を込めてね確かにケチャップねこんばんは。あ、そうそう、今日はちょっと申し訳ないのですが30分から40分間くらいだけにしようと思います。明日の準備がちょっとまだできていなくてすみません。あ、明日も公演よろしくだよ。お、今帰宅した、お疲れ様です、ありがとう見に来てくれて。どん兵衛のカルボナーラ美味しかった。ちょっとさ、めっちゃ気になってるんだよね。夕飯はランボルギーニ。何それ、何それ、なんだそれ。明日もよろしくお願いします。こちらこそです。明日夜公演よろしくお願いします。嬉しい、明日公演来ます、夜公演来ます、ありがとうございます、お待ちしております。明日はどんな髪型にしようかしらね、何にしようかな、ちょっとまた悩みたいと思いますそう、さあやさんの卒業公演にもありがたいことに出演させていただくことになりまして、寂しいですけどさあやさんのご卒業もちゃんと見送りができるように頑張りたいと思います。ジジさんで食べ損ねたローストビーフ丼を、うわいいな、4期に釣られないようにマジで頑張って切実だよ、頑張ってみんな耐えてあ、パーティー投げます、ありがとう。そうパーティー、あ、そっかそっか、このねこの週末がパーティーのね、あの申し込み期間だったっけかね。ぜひぜひです、パーティーも
23から25日分の受付。そうだそうだ、ぜひぜひですね。また1ヶ月ぶりくらいのパーティー公演になると思うんですけれども、このパーティーがおそらくリリノのラストステージになっちゃうのかなって思っていて、ね、寂しい。え、やばいね。このっていうか何日だっけ、来週末お別れというかさ、節目のステージばっかりだね。心が追いつかなさそうですが、ちょっと頑張ろうと思いますね。荒井駅のアンバサダーなのに、荒井駅のアンバサダーはリリノにしか務まらないよね。ね、もう本当に実感湧く。本当になんか、でもなんかまだ湧かない。リノが本当に卒業するのかがちょっと全然実感ないんですけど、でもね、リリノにもたくさんあの笑顔をもらったので、私も最後は笑顔でお見送りができるように。リリノもね、なんか前向きなというか、こう将来、自分の将来を見据えての卒業だったから、ちゃんと元気よくというか、いってらっしゃいって力強く背中を押していけるように私も頑張ります。マジかっこいいもんマジかっこいいもんとか言って、そう、なんかリリノの将来のこととかちょっとお話聞いたんだけど、マジかっこよくて、わーってずっとなってました。ありがとう、みんなパーティー来てくれるの嬉しい。ぜひです。9人に、まあ、9人やばいね。3期生9人、え、なんか急に減ったね。一桁になっちゃった、もしかして。9人のラストパーティー、え、9人でパーティーやるの最初で最後ってことか、ってことだよね。え、だってリリノいなくなっちゃったらさ8人になっちゃうわけでしょ。やば、びっくりだね。もうぜひ来てください。そうだよ、リリノの歌声を劇場で聞いてください、皆さん。本当に本当に、なんか今日お目目変、今日メイクしてるんですよ。メイクしてるから変に見えるのかなそんなことはない。なんか目嫌だなわかる。この前のニコ生もやばかったよね、本当に泣いちゃうよね。私リハーサルの歌とかも聞いてて、もうそれがさ、リハーサルでもうやられてました。あ、この歌声がもうちょっとで聞けなくなるのかと思うと寂しすぎるでしょと思って。俺も入れて10人でパネ、あ、じゃあ立ち位置を覚えてもらって歌ありもお願いします振りはなんとかなるので、はい。お、その日は地下のそのイベントがあるけど、今回はパーティー優先に。わー、ありがとう、嬉しい。アカペラやばな、え、わかる。なんかさ、もうさ、もはやあの歌声っていうのはこう歌にしなくてもいいんだなって、歌にしなくても、なんかこう BGM っていうかカラオケの音がなくてもいいんだなっていうか、もうなんかこの歌声、もうただ生の声だけであんなにも音楽という輝きを放つんだっていうのがすごい身に染みて感じて、もうどんどん機械トラブルそのまま起こり続けてとか思うくらい本当にね、すごいね。なんかもう綺麗だよね。アカペラになった、あれはあの貴族タイムいわゆる貴族タイムのね、第3部、
大人グループ大人メンバーっていうのかな、高校生以上違うね、大学生以上、高校卒業メンバー、高校卒業以上のメンバーさんが出演されてた第3部だったのですがね、逆になくて感動した、わかる、逆にねなくてあんなに感動するって最高だよね。貴族じゃなかったかわかるよ。もうね、なんだかんだね、この貴族タイムに伝説が生まれたりするからね。なんで卒業決めた子たちって輝いて見えるのかねえ、なんかマジックだよね。どん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 綺麗になっていくし、どんどん輝きが放たれていくからこそ、もっとなんかなんていうの、すごいさ、行かないでって思ってしまう。アカペラやばかったよね、わかる。本当に吐かないね。そう、萌ももう少ししたら、そう、その貴族タイムにも参加できるようになるんじゃないかと思います。今日ライトオンしてない。あ、ライトオンしよう。久しぶりにライトオンしますね。よいしょっと。ちょっと待ってね。そそらない。OK。それでは、ライトオン。ちょっと明るくなった。リングライト、あ、待って、リングライト見たらさ、リングライトに照らされたら、あの悪魔が蘇ってくるんだ今なんかリングライト光ってるの目の前にするの嫌だな。でもってカメラあるでしょ、あれが蘇ってくるんですよね。痛いの痛いの、やばいな、ちょっと目は開きたくないなね、言いたくならないですよ、萌えゼリフは。もう言わないですよ。1年に1回で十分、1年に1回も十分なのに。近かった、え、わかる。なんかさ、あのアーカイブで見て気づいたんだけどさ、痛いの痛いの飛んで消してって言った時にさ、ズームされてたよねめっちゃ恥ずかしい、なんか、うん、顔ってなってて、めっちゃ恥ずかしかったです。え、わかる、痛い痛いの飛んだけ言ってたよね。痛いの痛いのじゃなくて、痛い痛いのって言ってた脳一つ抜けてました。日向祭りで耳つけるのとどっちが、あ、耳つける方がいいですね。したいシチュエーションなんてないよガチデレに燃えました。え、本当に本当に照れた、もう本当に嫌だもうね、手震えてたからね。でもまあ正直、転んでまで告白はしないでほしいよね現実見るとね、なんかこうちゃんと、あの冷静な場でね、あの告白してくださいって思いますよね。あのセリフはね、まあ、あ、そうだね、舞い降りてきました。なんかどうしようかなって考えてた時に、まあ、シチュエーションのなんてレパートリーはもっともっと展開していただいていて、それで、こんな感じでいくので、まあ多少考えといてください的な感じで、で私も一応考えてみようって頑張ったんですけど、でも全然思い浮かばなくて、でも唯一なんか痛いの痛いの飛んでけとか、なんかそんな感じかなって思ってはいたから、そう考えてる時に前よりできましたね。その場でではないんですけど、図書館のセリフが聞きたかった。萌ちゃんの C が聞きたい。みんな図書館好きなんだね。え、でもわかる、図書館が一番王道だったよね。だって他苦節良かったもんなんで工事中に告白すんのよっていうね。工事中は完全に寝たやんっていう、ね、
私も図書館の聞きたい本当にタイムシフトで萌の萌ズレフ見ると毎回にやつけるので本当にすごい辛いことがあるといや救っちゃってんじゃん私嬉しい現場の人振り返るね本当に工事中の人工事現場の人ゆうはちゃんの顔え分かる分かる分かるゆうはのこれ可愛かったなんかあの口パクみたいにしてねそうめっちゃゆうはのはめっちゃ可愛かったすごい王道ですねいそざきののちゃんの牛してにもやればえ分かる牛するよってなります分かるわかるね。いや、みはるさんがもうダントツでしたね。Cだよ、かわいすぎる。できないよ、Cだよって言われた瞬間、ギャーだよ。逆逆っていう。もうみんな可愛かったよ。わかる。もうみんな可愛かった。最高ですよね。そう、萌も見てる分にはすごく好きなんですよ。であんな可愛い方々がもっと可愛くもう全て夢の世界みたいなあのコーナーじゃないですか自分がやるのは別なんですけどね見る分には好きなんですけどやりたくはないですねうんうんもうね目がしょぼしょぼしてきた目が開かない今日は11時くらいには寝ようかなちょっと早いかないや早くないかノーベル平和賞あげた平和にねみんな平和になるからねこれ見たら結局全員良かった押したうわ優しいありがとう可愛いが3時間ねわかる22時にスマホそうだねそれくらいにオフしようかなそう最近本当にねスマホを早く切るスマホの電源を早く切るのが習慣になっていてですねでもいまいちね睡眠の質が改善されているかって言われるとちょっとわかんないんですけどでもあれですちゃんと電源は切っているんですはじめましてありがとう25分ですありがとう30分になったら男女読みを始めるくらいにしようかしらねスマホの目覚ましでは起きてないそうそうそう私はこの子ですこういう子何これこのさバカでかい音が鳴るやつお隣さんまで聞こえるやつかなピッあの島にはビビ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 ビって言うんですけどそれ聞こえないんですよ全く聞こえなくて私の耳には届かないんです枕元で鳴っていても勘弁してほしいよねめっちゃ私本当に気絶してるんじゃないかって思います自分寝てる時生写真の着物耳あ生女子新しいの出ましたわーい嬉しい昨日眠気にやられて夜ご飯食べずに寝ましたえそれがすごい私さ私本当にさ無理なんですよご飯食べないと寝れないさいっちゃんこうちゃん起きちゃううんいっちゃんこうちゃんもお母さんも起きるけど萌えだけ起きないの迷惑だよね超迷惑だと思う眠りめっちゃ深いだから本当に寝てる時にあの泥棒さん入ってきても絶対気づかないくらいなんかあなあれ盗むよいいのみたいななるんじゃないなんかのんきに寝てるけど盗むよって言っても私カーって寝てると思いますぬぬ盗むよいいのって泥棒さんもびっくりしちゃうと思うそれくらいね多分眠りは本当に深い方
本当にね、目覚まし時計が聞こえないんですよ。うわ、待って、うまいこと言ってる。萌ちゃんのハートを盗みに来たの。でも盗まれたことにも気づかないからさ、意味ないね、ごめんね。萌の心はそう簡単には盗めませんからね。盗めるもんなら盗んでみなさい。ちょっとここで難攻不落な女を演じてみます。目覚まし3つでね。目覚まし3さ、目覚まし時計ね、なんかたまにスマホの目覚ましでをかけるとなんかいい感じに起きれる時もある。音が違うからかな、音波が違うのかもしれない。もちゃん、あ、もちゃんに盗まれまくってる心。本当にみんなの心は盗んでも、みんなは私の心、うん、私はみんなの心を盗むけど、みんなは私の心は盗めないかもね。目覚まし投げたことある。ああ、もうね、殴ったことある。なんかね、しかもなんだっけ、ご飯が炊けた音、ご飯が炊けた時もピーピーピーって言うじゃん。なんかそれ私寝ぼけてて、目覚ましだと勘違いしてたらしくて、本当は目覚まし時計鳴ってないのに目覚まし時計の音だと勘違いしてバシバシ叩いて消してんのに消せないみたいな、そんな感じだったのきゃったみたいよ。いい迷惑だぜって言ってますね。全然壊してないんですけど、本当に申し訳ない気持ちではいっぱいですよ。一応でもうるさかったんだもん、消したいじゃん。だからそう、この子がね、なんで叩くかって、ここをね押すとね、頭を押すと音が止まるんですよ。だから寝てる時にバシ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 しちゃいました。思ったより武闘派。そう、睡眠を邪魔されるとね、機嫌が悪くなりますので、赤ちゃんだもので、ね、眠かったりお腹空いてると機嫌悪くなるもので、赤ちゃんだもので、そう、もちゃん切れる人、切れる、そうだね、あ、切れはしないかもしれない、なんだろうね、そう、赤ちゃんだものでね、眠いのとお腹空いてるのはダメなんですよ。不機嫌になるので、そうそうそう。だだこねるので、はい、皆さんよろしくお願いします。だから萌が機嫌悪そうだなって思ったら、とりあえずご飯かお布団を差し出してあげてください。そしたらおそらく機嫌が良くなります。寝起きはね、悪くはない。なんか目が覚めてしまえば大丈夫。横で楽しくおしゃべりしてくれてる人にも、まあ、無視はしつつ切れはしないよ。無視はするけど、もうね、朝起きてね、おはようって言うか、なんかうんって言うから、おはようって言われたらうんって言って行く人なので、もうね、朝ね喋れないんです。機嫌が悪いわけじゃなくって、めっちゃ頭も冴えてるし目も開いてるんだけど、おはようって言われたらうんしか言えないんですよ朝。本当に赤ちゃんだね、そう思ったらね。だからもしあれですね、なんか返事返ってこないなって思わないでほしいって感じ。精一杯の返事なんです、うんって言うのが。低血圧なの、どうなんだろう、わかんない。でもとりあえず顔洗ったらめっちゃ目さえてちゃんと喋れます。昔からそうなんだよね、昔からっていうか、起きたらうんしか言えない。あとあれかも、物理的にね、私ね喋れないんだよね、
歯列矯正のマウスピースを寝てる間につけてて、朝起きた時もマウスピースがハマってるから喋りにくくって、だからあんまりマウスピースをつけてる状態で喋ることに慣れてないから、おはようとかもあんまり言いたくないっていうか、もごもごするのが嫌いで、余計にねうんしか言わないんだと思う。でも物理的、そうだね、物理的な問題約 50% くらいかも。残りの半分は完全に私の脳みそが動いてないだけ。うんおはよう、うん、よく寝れた、うんご飯食べる、うんって感じ。全部うんです。うん、もうさんって言われたら、うん、その流れでもうさんってやったら、うんってこう飲み込み潜りますからね、ガンつけますよ。もっちゃんさん、あ、もっさんちゃん、もっさんちゃんもうんですね。ヤンキーになりますね。そんな感じです。結構うんですね。いや、朝ちゃんと起きてからおはようって言える人になりたい。言ってもらうのは好きなんですけど、自分は言えないんですよね、うんしか。どないやねんって感じなんですけど。とか言いながらさ、もう33分40分までやろう。40分までやるね。おもちゃんヤンキーになっちゃった。いっちゃんこうちゃん思いを起こしに来ないの？なんかね、いっちゃんこうちゃん分かってんの、私のことを起こしに来て怒られるって。私ね、自分のペースで起きたい人だから、なんていうの、こうね、寝てる時に構えに来たらお姉ちゃんに怒られるって分かってて絶対来ないんですよ。賢いですよね。そう、マイペースなので、近づくと危険なの分かってる。そう、空気読んでんの。怒るっていうか、そうそうそう、なんかね、近づいて、あのね、本当にね、起こし方が雑なの。あ、いっちゃんはね可愛いよ。あの、スン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 ってこうね、顔、鼻と鼻をくっつけて匂いを嗅ぎに来るくらいだったんだけど、こうちゃんがね、もうね、ベロンベロンに舐めてくんの。それが本当に私嫌いで、やめてってやってたら、本当にダメなんだってことが分かったみたいで、もう絶対来なくなりました。あのね、大型犬のベロって痛いんだよ。小型犬とか、皆さんが想像するワンちゃんのペロペロじゃない、もうね、ベロンベロンだから。濁音つくよ、ベロンベロン。本当にザラザラしてて痛いんですよ。実は大型犬のベロって痛くて、それで顔舐められたらもうたまったもんじゃなくて、なんか本当に嫌いで。顔舐められるのが本当に嫌いで、私個人的にね。だからね、やだって言ってたら来なくなりました。本当に肌荒れするよっていう。顔削れちゃうね。たわしで擦られてる感じ。たわし、あの柔らかいたわしね。そう、猫も痛いんだ。へえ、猫もベロザラザラしてるんだね。猫ちゃんとね、あんまり触れ合った機会がないからね、分かんないけど。そうなんだね。そう、小型犬はね可愛いのよ。ペロペロしてんの、ちゃんとね、想像通りのベロっていうか。え、豆柴飼ってるんですか、可愛い。猫痛いんだね。
キウイで肌洗う感じ。ちょっとね、キウイで肌洗った経験がないからね、なんとも言えないけど、そうかもしれない。うん、あの産毛みたいなね、わかるわかる。キウイの肌感はわかるけどね、実際に肌洗ったことがないからね。でもそうかもね。すごい、みんななんか例えがうまいような。ドリアンでこするが、ドリアンもちょっとわかんないんだけどね。ドリアン、待って、ドリアンってさ、あのケバケバっていうか、シャンシャンしてるやつ。パパさんのヒゲでジョリジョリされ、パパさんのヒゲどんなんなんとかも記憶にないな。パパさんのヒゲ、パパさんヒゲどんなんだっけな。だから剣士が刺され、わかるよ、剣士痛いよね。パイナップルはちょっと食べたことしかなくて。いや、また本当にいっちゃんこうちゃんと配信したいんだけどね、ずっと寝てるので、なかなかコラボ配信ができないんですけれど。みんな大喜利好きやな、本当に。誰がこんな大喜利好きを集めてしまったんだろうか。ね、でもさ、初期の頃とだいぶ配信スタイル変わったよね。私初期の頃って本当になんかアイドルの配信とは思えないほどのマシンガントークだったよね。全部のコメント読んでさ、なんかあだこうだ突っ込んでたよね。チャットの写真可愛かった。え、わかる、めっちゃ可愛いよね。笑ってたんだ、あのこうちゃん。あ、ぜひチャット見てね。こうちゃんの可愛い写真をアップしました。今の配信も楽しい？よかった。もうね、自分のペースで喋ろうって決めた。いつからか。そして今はもうなんか眠くなってしまって。チャットの返信届いてます、皆さんありがとうございます。すごいね、見てます。平日はさ、私朝にはさちゃんと送れなくって、そう、まだね、学生朝っていう午後からしかチャットは送れないんですよ。なんだけど朝もね、チャットにおはようって言ってくださる方とかもいて、なんかすごい、めっちゃチャットっていいね。なんか本当に LINE してるみたいな感覚になって、そう、見ることはできるんです。そう、見ることはできるんだけど、こっちからの発信ができないのがちょっと心が痛いんですけど、そう、でもみんなからね来てくれて本当に嬉しいなと思います。メールの返信もね、ありがとうね。メールもね、そう、まだあれ、返信が直ってるのか直ってないのかね、モバメでね。モバメがね、返信はあれはやっぱり直ってんのかな、直ってないのかな、ちょっと分かんなくって、今もねスタッフさん頑張ってくださってると思うので、もう少しねお待ちいただけると。ありがたいんですけどね。先ほど公式からあった、あ、本当？ドコモなのでまだダメなのかなね。ドコモがダメなのか、ドコモ以外は、そう、届いてる方は届いてます。今届いてる方はドコモ以外の方ってことなのかな。そうかもしれない。そう、返信ね、届いてる方は届いているんですけど、でも届いてない方は届いてないですね。メールだと長文になっちゃうから、チャットがちょうどいい。おー、でも長文の返信ももう嬉しいんだ。お手紙交換してるみたいで嬉しいの。一時的にアプリに移行するのも確かにね、それもありですね。ありがとうね、ごめんね。そうだよね、絶対さ返信書いてくださってるけど届いてない方いるだろうなと思って、ごめんね。あ
ありがとうね。ぜひあのチャットでねあの送ってくださると、メールは届かないけど僕の愛は届いてますよ。皆さんからの愛は届いています。文字数制限ないんじゃない？え、わかんない、どうなんだろう。4期生のメールがみんな内容濃くてやばい。え、いい意味で？え、そうなの？読みたいな、うん、メール返信苦手だから文章たまに変だった。え、もう全然、もうね、返してくれるだけで嬉しい。返信考えるのが最近の楽しみ。え、嬉しい、ありがとう。そう、もう4期生のメール実は取ってなくて、ちょっと取りたい、取りたいです。萌のやつにね、あのメールが、メールのやつ入ってなくて、端末に。なんかパパとか撮ってそう、撮ってないかなメールは NG ワードがあると引っかかっちゃう。確かにね、そうだよね。ということで、すごい、もう43分ですね。それでは、そろそろ終わりにしようかしらね。すごい、なんかこの角度面白いなんかさ、私の画面っていつも変？ちょっと待ってね。なんかさ、フィルターとかこうやってかかってんのかな。かかってそう。これは何なんだろう。あ、かかってたんじゃない？なんか違った？え、なんかさ、これがいいんじゃない？なんか別に加工かかってないよ。これじゃない？あ、え、やっぱりさ、なんかさ、最近特に明るくなった。え、やっぱり、え、なんかさ、やっぱりさ、前さ、みんなの配信とか見てて自分の配信画面変じゃないってずっと思ってたの、1年前から1年前からって。え、やっぱそうだよね。でさ、何年なんだろうってずっと思ってて1年経ったの。え、やっぱりなんかさ、変なフィルターかかってたんだけど。え、今更？なんかこう北海道っていうフィルターってさ、出てかかってるってわかる？これね、今北海道なんだってオリジナルに戻すとこんな感じだ。あ、じゃあこれでいいのか。で、今ちょっとさ、遊んでみていい？いくよ、うん見て、顔変わるよ、ほら、うん、うん、面白い。ちょっとこれはやめておくね。うん、なんかさ、宇宙人みたい。え、ほら、手歪んでる。あ、ちょっとごめんね。いや、怖いよね、わかる。萌も怖いからやめときます。はい、これが現実です。急に現実突きつけてごめん。今ね、北海道も撮ったし、あの、加工も撮った。どう？撮れてるよね。よし、これが現実です。すみませんね。なんか今そのフィルターのやつやったらさ、出てきて、なんか、あの目、小顔のやつがナイス現実ですか、ありがとうございます。みんな嬉しいね、現実が可愛いって言ってくる。ちゃんとこれは現実、ほら加工ついてないっしょ。
ということで、そろそろ壇上読みをしたいと思います。え、待って、やっぱこれだよね。もうなんで1年間ずっとさ、なんでなんだろう、なんで私だけみんなと画質がうん違うんだろうと思ってた。なんかフィルターかかってた。1年ぶりに気づいてよかったね、わかる、こういうもんだろうなって萌も思ってたの。もしかしたら私のカメラが変なのかもって思ってたの。全然違ったね、フィルターが。え、いつ変えたんだろう萌、なんでフィルターかけたっけ萌。え、自分でフィルターかけた記憶が全くないんだけどね。ちょっとよかったです。なんかこっちの方がしっくりくるよね。一回遊んでいたような昔も遊んでた、絶対その時ですね。で、外したつもりで外せてなかったんですね、きっとね、それね。完全にそれですわ。まあ、あの、いろいろこうすっきりしたところで、このフィルターも取れて、心も晴れて、画面も心もすっきりしたところで、そろそろ壇上を読みたいと思います。確かに白くしていたような、え、マジ？そこから外してなかったのか、だからか、なんか変だなってずっと思ってた変だなって思ってたらちゃんと設定を見ましょうって話ですよね。ということで、どういうことでか分かんないですけど、壇上読みをしていきたいと思います。あ、今変わりました。ということで13位からいきます。13位パックさん、ありがとうございます。12位ハクタカさん、ありがとうございます。11位リュウさん、ありがとうございます。10位ハイスノーサンサンサンデーさん、ありがとうございます。9位おつぐピースさん、ありがとうございます。8位マウサンさん、ありがとうございます。7位 B たけしさん、ありがとうございます。6位セッテンガーさん、ありがとうございます。5位チェリーモエナナグッドモーニングさん、ありがとうございます。4位サット大塚さん、ありがとうございます。3位リーヤマサンサンさん、ありがとうございます。2位カンさん、ありがとうございます。そして1位は日焼け無音無言さんさんさんです。ありがとうございました。今日もたくさんのコメントとギフトとお星さん、本当にありがとうございます。ごめん、ありがとうございます。あ、スクショタイムするの忘れてた。スクショタイムする、何しよう何しよう何がいい。え、フィルターで遊んでみる。小顔にして目大きくする。ちょっとさ、現実が突きつけられた時にへこむからやめよう現実に戻りたくなくなっちゃうから、それやめとこう。あ、どうしようかな。じゃあ、北海道はでっかい道みたいな、ちょっとわかんないね。ハートを作ってこんなもんかな。ちょっと分かった、顎が痒いのはこの子がひっついてくるからだよし、いきます。せーの、イエイ。最近ハートの中に入るのにハマってます。イエイありがとうございます。明日の公演もよろしくお願いします。確かに結局50分配信したね。わかる。それな、もう明日の公演行くね。ありがとう、お待ちしております。楽しもうね。あ、ちなみに明日はシンポジじゃないから安心してね明日はね、やったことあるポジションだからねお昼行きます。お、お待ちしてます。ありがとう。お仕事頑張ってきます。頑張ってね。
じゃあ明後日新婦じゃない、明後日そもそも出ないから明日喜んよろしくね、ありがとう。落語見てきます、いってらっしゃい。明日誕生日、えじゃあ明日もし貸したら配信できるかも、だからまたおいで、一緒にお祝いしましょう。ということで、お、喜ん行く、ありがとう。それでは私も明日の準備をして、万全の準備をして明日楽しみたいと思います。またねー。おやすみなさーい。バイバーイ。おやすみー。